ん？台湾メディアを鹿児島に招いて、鹿児島の魅力を台湾に発信？気になる。よし、行ってみよう。ハッシュタグ鹿児島。海外からの観光客を鹿児島へ、台湾に向けた魅力発信の動きを紹介します。新型コロナウイルス感染症の影響で激減した外国人観光客。鹿児島に宿泊した外国人は令和元年には84万人でしたが、令和3年には1万6000人まで激減しました。県は去年10月の国の水際措置の大幅緩和以降、外国人観光客の誘致に向けてフランスや台湾での知事トップセールスをはじめ、海外での旅行泊へ参加するなど積極的に海外プロモーションに取り組んでいます。鹿児島空港では令和2年3月以降、ソウル、上海、台北、香港のすべての国際定期路線が運休していましたが、今年1月から韓国からのチャーター便が運航されており、およそ3年ぶりに海外からの観光客を迎え入れることになりました。あちらは台湾のメディアクルーの皆さんです。今回鹿児島の観光地を巡って取材してもらっています。台湾のネットニュース記者やインフルエンサーの5人を招き、鹿児島の観光地を4泊5日で巡ります。この鹿児島の良さの再 PR を、皆さんに周知して、いただくっていう形で、いろんなインフルエンサーとかメディアに来ていただいてます。一行が訪れたのは指宿市。指宿市といえば天然砂蒸し温泉。どうですか、体験してみて。重い重い気持ちいいです。写真撮れました？はい、ちょっと見せてもらっていいですか。いい写真。あ、メディア用に出すんですね。はい、そうです。屋久島でトレッキング体験。そして霧島市では着物の着付けや霧島神宮の参拝を行いました。撮影した画像は SNS で情報発信。台湾の人たちに鹿児島の魅力を伝えました。鹿児島の強みを、伝えさせていただきました。その豊かな自然、温泉、グルメ、世界遺産含めて、そして一番台湾人にとって人気なのはやはり鹿児島は人。その人の温かさがすごく皆さんに伝えられたかなと思います。こんにちは、南です。ここからは鹿児島県からのお知らせです。県の新しい PR キャッチコピーが南の宝箱鹿児島に決定しました。鹿児島県は世界に誇れる食や優れた工芸品、歴史や文化など魅力的な資源の宝庫です。これら多くの宝物を探しに鹿児島を訪れてほしい、手に取って体験してほしいという思いを込めて決定しました。皆さんも身近な宝物を探してみませんか。詳しくは県ホームページをご確認ください。続いてはこちら。県では鹿児島港本港区エリアの利活用のアイデアを
今月17日まで募集しています。同エリアに導入してほしい機能やゾーニング案など現状や課題を踏まえてご提案ください。提案については取りまとめの上、鹿児島港本港区エリアの利活用に係る検討委員会での検討の参考にさせていただきます。応募方法など詳しくは県のホームページをご確認ください。県の就職情報提供サイトカゴジョブがデザインを一新しより使いやすくなりました。県内960社以上の企業情報や求人・インターンシップ情報のほか、企業説明会や就職セミナーの案内、実際に鹿児島で働いている人へのインタビュー記事など就職活動に活かせる情報を多数掲載していますので、ぜひご利用ください。詳しくはカゴジョブ公式サイトをご確認ください。そしてこちらの情報を。自動車税環境性能割は自動車を取得したときに一度だけ納めていただく税金で、取得した自動車によって税率が異なります。また自動車税種別割は毎年4月1日現在の自動車の所有者や使用者に納めていただく税金です。5月上旬に県から納税通知書が届きますので、5月31日までに納付をお願いします。詳しくは鹿児島地域振興局自動車税課へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。パスポートの手続きの一部が先月27日から変わりました。現在有効なパスポートを更新する切り替え申請が県と一部市町村の窓口でオンラインでもできるようになりました。また新規の申請など戸籍の確認が必要な場合は戸籍謄本のみの受付となったほか、申請書様式などが変更されました。詳しくは各パスポート窓口へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。以上、鹿児島県からのお知らせでした。ハッシュタグ鹿児島、来週もこの時間に。